どうもみんなこんばんは、はい、隊長です。今こう見てもらうように、あのもうすぐ引っ越しなんですけど、赤い目のお家買ってました。ジョ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 シーン、違った、ダメです、ちょっと間違えちゃった。これおっと、これはすごい厳重だな。わ、すっごい、これ飾られました、玄関。はい、赤いの、でかくね、これでかい。いや、最高っす。屋根いいですね。床、階段、我が家の机が赤い屋根のお家に負けるという。なんだっけ、窓枠 A×3 と窓枠 B×3。 電気です。屋根、出窓の屋根扉開きだよ。すいません、さっき玄関と言ったのは玄関じゃなかったみたいです。こんにちは。90度開くと、90度開いたお家になる。180度広げると、180度開いたお家になる。180度開いたお家になる。2階を取ってここに繋げる。3階建てハウスになる。床、ね、フィットするようになってる、はい、この模様とこの模様ね、はいはい、一緒なのよ。あ、一緒ですね。でしょ、こっちで使えば室内の繋がりとして使えるわけ。フォークが、はい、レンガ、うん、外ってできる。あー、なるほど、すごい、ね、すごい。めっちゃ遊べることない？これめっちゃ遊べるね。これこういうとこ大好き。次は家具だ。赤い屋根の大きなお家におすすめの家具セットっていうのが出てるんですね。今回これがセットになってたので一緒に買ってきました。くるみリスの女の子、オリジナル衣装です。キッチンセットですね。丸ケーブルセット、テレビですね。ベッドセットですね。ベッドと枕と布団ついてます。マットレスもついてます。どこのマットレスかな。エアウィーブ。おトイレセットで足台ですね。キッチンですね。いいキッチンですね。めちゃくちゃ広いですね。作業場が2カ所に分かれててめちゃくちゃ広いですね。オーブンレンジです。オーブンレンジ、2口コンロですね。配置していきますか。はい、無理やり尻尾の上から強引に着せてる服みたいです。かわいい。テレビなんですけど、上から紙とかで好きな映像を入れれます。すごい。ちゃんとね、テレビ台の下も開くんですよ。低音の DVD も全部入れとこ。昔はね、陶器だったんですよ、このトイレ。もう何年前ぐらいですか。もうね、これはもしや、そう、さっき言ってたテレビに入れれるやつだ。あ、何入れる。みんな可愛い。元気だね。おトイレセットのシールですね。開ける。かわいい、お布団かわいいですね。ちょっと夏かな、薄いかな。これキッチンのすごいとこ、ほら、お、できた。お、まさかここに包丁とかも全部入れるってこと。そうなんですよ。すごい。あ、すごいよ、これ芸が細かい。ここの排水管、そう、排水管のパイプまでね、通ってるの。ちゃんとこの S 字になってる。すごいでしょ。バイコンロ、コンロ、これね、オーブンついてるんですよね。オーブンもね、開くんですよ。すごいでしょ。こっちもね、開くんですよ。すごい、すごい、入れて、こうやって入れることができるんです。すごい、ガチャンガチャン、ピン。で、出すときはこうやって出すしかない。雑出来上がったものはジャッて出すんで、これごと倒す。そう、これごと倒さないといけない、はい、シルバニアの村での暮らしは大変なんです。意外と大変なんです。意外と大変なんですよ。みちみちみちやめろよ。やめろ。なんか、伊勢さん、えらいことやってる。横にしか寝れないんだって、こう、尻尾があるから。伊勢さん、中心。このダウンロードコンテンツを用意しました。JS ライダー。おぉ。JK ライダーに対抗し、JS ライダー爆弾。あはははは。あー、散った。散った。これ完全にメンテしてるよね。メンテしてるね。メンテしてるよね。これはもう完全に見てるね。おっす。めめ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 め。開放。地球儀見てください。これ回るんですよ。すっごい回ってる。ちゃんと回るんです。あ、倒れた。やばい。もうこれ2階まで運ばなきゃ。2階まで運ばなきゃ。大変だな。リスさん大変だな。ああ、はい、無事解放できました。イエーイ、かわいいなんですが、まず注目していただきたいのがカート。ちょっと赤ちゃん一回降りてもらいますね。じゃんじゃんじゃん。そしてなんと取り外しまでできるんですよ。だから赤ちゃんレスで買い物に行くこともできるし、赤ちゃんレスで
まずミルクから貼っていこうと思います。なんか簡単そうだからね。これね、よく見てみると、うん、これ四角い穴2つ開いてるでしょ、うん、これ何のために開いてるか知ってる？私もよくわかんないんだ。かわいい。ハリネズミさんの宅配ピザですね。これ巻いてきました。ジャイロキャノピー。ジャイロキャノピーではない。ではないね。ちょっとね、ではない。慣れないし。ジャイロキャノピーでは。はい、店主のハリネズミさんです。はい、重心重心ハリネズミさんが今からピザ屋さんをオープンするということなので、準備していきましょう、はい。ピザ屋ができました。はい。すいません、すいませんでした。すいません。何事ですの？すいません、ピザが、奥さん！奥さん！ついうっかり野生に。遅刻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 する時間じゃないよ。おっと、そいつ相手ね、つい焦っちまった。あ、見て、あそこにかっこいい Z 線がある。ほんとだ。看板投げしてたね、今、リスちゃん。ねえ、リスちゃん、器物損壊だよ。ちょっと何言ってるか分かんない。まあいいや、かっこいいバイクだね。誰のだろう。ちょっとドキ。わ、あ、かっこいいでしょ。もしかして、ネズミおばさんのバイクなの？そうよ。かっこいい。私も将来、バイクに乗りたいな。地球に悪いガスを吸いなさい。ブンブン。すごい。ハイガス。気持ちいい。ブンブン。大丈夫？うん、大丈夫。すごい勢いで落ちてったけど大丈夫？うん、大丈夫。私、さっきのおばさん憧れちゃうな。うん。ちょっと病院行ってくるわ。あ、う、うん。ちょっと病院行ってくる。ちょっと。気をつけてね。ちょっと保険入っときゃよかったなと思った少し。うん、やっぱ無保険は怖いからね。無保険は怖い、死ぬかと思いましたけどもね。大丈夫？現代の医学はすごい。お、ギプスとかいらないんだ。うん、なんかなんとかなった。よかった、うん、病院で2つ行ってきたの。うん、うん、セカンドオピニオンってやつだね。そう初めて行ったところで、ね、うん、明らかにこう足がね、変な方に曲がったりね、うん、肘がね、おかしな方向に曲がったりしたんだけど、うん、多分風邪ですねって言いながら。あー、やぶ医者だね、それ、うん、はい、学校行こう。学校、え、もう学校終わったよ。学校終わったって話だね。もう、あ、病院行ってる間に学校終わったよ、うん、帰ろう。あ、本当に？あ、ちょっと記憶も、ちょっと頭も強くて、私ピザ食べたい。ピザ食べたらね、元気になる。じゃあ、ピザ、うち来て頼んで一緒に食べよう。うん、ピザ屋さんにね、うん、ピザ2枚頼んだから、もうすぐ来ると思います。ピザです。ピザお持ちしました。ピザお持ちしました。帰れー。すいません。帰れー。大丈夫？うん、全然大丈夫。リスちゃん、本当に？うん、全然大丈夫。大丈夫？ちょっとこのバイク、どこ？行く？うん、大丈夫。うん。朝の方がね、すごかったから、こんなの大したことないわ。本当？うん、バイクが突っ込んでくるぐらい大丈夫。崖から落ちるよね。そう、崖から落ちた。カメラにはね、悔しいけど映ってなかったけど、結構な高さが落ちた。リスちゃん、カメラとか行っちゃダメだよ。うん。あ。